はい、こんにちは、三原です。今回の動画のご視聴感謝しています。ありがとうございます。今回は高校の保健体育1章の22応急手当の意義とその基本というテーマのお話をさせていただきます。この動画をお話ししているのは2019年なんですけれども、今現在ですね、東京都で救急車を呼んだ場合何分で、その場に来るかと、救急車を呼んだ場合何分でその場に来るかというと大体6分から8分と言われています。でもしですね、人が倒れていて、呼吸を失っていたり意識を失っていたりした場合6分から8分間そのまま放置したとすると非常に命の危険性というのが危険性が高まってしまうんですね。呼吸が停止して心肺が停止して3分以上経つと、その生存率というのは著しく下がってしまうというふうに言われています。なのでこの6分から8分の間専門の救急隊員の手に引き渡すまでのこの間にその場に居合わせた人が特に何の資格があるわけでもないし、医療の従事者でもないという普通の人々がその場にいた人が苦痛を和らげそして専門の救急隊員医師に渡した時にスムーズに治療がいくような状態にしておくということそのものが応急手当の意義ということになります。はい。なので大事なのはですねその場にいた人が行えることということでこの動画を見ているあなたや、私もそうですけれども特別医療の専門家でもない人でもできることをやればこの6分から8分の過ごし方というのが変わってきて苦痛を和らげ精神的に励ましそして体の状態としても専門の、医療機関に受け渡しするときに最善の形で、バトンタッチができるという状態を作るのが応急手当の意義になります。はい、そして基本としては3つの確認ということになります。1つは安全の確認、2つ目は反応の確認、3つ目呼吸の確認ですね。1つずつ、見ていきます。安全の確認というのは傷病者が倒れていた時にまずその周囲に、どういった状況なのかというのを見ることです。例えば道路の真ん中にいるのであれば車が来ますから危ないですよね。状況が許せば傷病者を動かすと、それから傷病者が寝ている間ところにこうガラスの破片とかがあったらやっぱり動かす必要があったりとか、いろいろな形で安全の確認をします。一番良くないのは傷病者を発見してあっと思って助けに行ったあなた自身が怪我をしてしまったりすることですね。道路の真ん中に人が倒れているのを助けようと思って飛び出した、で飛び出したことによってあなたが引かれてしまうということがあってはならないので必ずまず安全の確認をするということが一つ目になります。はい。2つ目は反応の確認ですね。基本的には、肩をまず叩いて、大丈夫ですかと耳元で、呼びかけると、だん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 声を大きくしていって3回ほど言ってみて反応を確認します。意識があるかどうかを確認します。でこれと並行してですね、119番の通報をして救急車を呼ぶということと近くにあるのであれば AED ですね、AED が近くにあるのであればそれを持ってきてもらうと、自動式、除細動を取り除くAED があればですね、近くにあればこれを持ってきてもらうということを同時に進めるというのが2番になります。はい。そして3番目は呼吸の確認ですね。これは10秒間以内に普段通りの呼吸があるのかないかをこう見ます。10秒間の間に普段通りの呼吸があるかないかを見ます。そして普段通りの呼吸がないと少し息が吐いたり吸ったりしているように見えても普段通りの呼吸ではないと判断したら直ちに胸骨圧迫をします。心臓が真ん中に胸の真ん中に心臓がありますので、それを圧迫して、強制的に血液の循環を促すそういった胸骨圧迫ですね、そういったものをするということになります。まず周囲の安全を確認してそして反応の確認大丈夫ですかと声をかけると同時に119番通報や AED の手配を済ませる。そして呼吸の確認普段通りの呼吸がなければ直ちに胸骨圧迫に入るというこの3つの確認と流れが応急手当の基本というふうになります。はい。今回の動画をですね最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。もし何らかお役に立ったのであればぜひグッドのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。
三原学でした。それではまた。